食品ロスの問題に対してアパレル業界が新たな取り組みですカラフルな T シャツに色鮮やかなスニーカーよく見てみるとドリップコーヒーや抹茶の文字が実はこれらは余った食品から色を抽出して生まれたもの。 そこに見えたフードロス対策の新たな形とは紫キャベツから色を取った落ち着いたピンク色のエプロンに小松菜から色を取った鮮やかな黄緑色のエコバッグ。 繊維メーカー豊島が手掛けるフードテキスタイルというプロジェクトから生まれた商品です。フードテキスタイルは食品メーカーなどから買い取った廃棄食材を独自の技術で占領化し。衣料品を染色します。いわば食品業界とアパレル業界がコラボした食品ロス削減プロジェクトです。食品業界さんでは非常に。 フードロスについては、あの意識高く考えられてらっしゃっていて、でまあ、ちょうどその同じタイミングで繊維業界もですね、あのまあ、デフレというか、あの物の価値が、えー、高いにもかかわらず、値段が安くこう、えー、売られてたりするので、そういったところをこう何かうまく業界またいで合わせることができないかなと思って、えー、廃棄食材に注目しましまた現在、連携しているメーカーは、キューピーやカゴメ。 タリーズコーヒーやサルタヒココーヒーなどおよそ15社その一つキューピーではカット野菜などの商品を加工する際に出る野菜の芯などの廃棄食材の一部をフード的スタイルに提供していますもともと野菜のミリオの部分につきましては肥料にするというようなことをしていたんですけれどもより高いレベルでの 活用ができるということで、お客様がまたそういうフードテキスタイルというものに共感をしてあの、そういった商品を手に取っていただけるとあの、食品業界にとっても、とても前向きな貢献だなと考えておりまほかにも、サルタヒココーヒーでは、これまで再利用が難しかったコーヒーの出がらしの一部を提供しています。 今まで毎日毎日捨てていたものを、二次利用して、新しい商品に生まれ変わって、その商品が皆様の手に渡って喜んで使っていただける姿、とても嬉しく思います食品業界だけではなく、消費者も商品を購入することで、生活の延長線上で手軽に食品ロス対策を実感できるこのプロジェクト。消費者の方があの 手に取る動機がまあここ数年変わってきてるなっていうのが非常に感じるところでしてそれぞれの商品がやっぱり他社も含めてですけどあの同じようなトレンド商品がこう早い回転で回っていくでまあ値段が安くなっていくっていう中であの一つのものをストーリーあるものを長くいいものを使いたいっていう考え方を持った方々が徐々に増えてきてるなっていう印象があります。 まあそういったところにあの次の,あの正級は出てくるんじゃないかなと思ってまして、まあ、徐々にそういったところをこう狙っていきたいなと思ってます。